皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。高校受験対策中学英語基礎ミニテスト、今回は日本語の意味に合うように空所に単語を書きましょう、こういう問題です。今回電話の会話になっています。 A さんがもしもし Mary です。英語は Hello、 空欄で Is Mary、 電話ではI am Mary とは言わないんですね。ビルをお願いします。 May I speak 空欄 Bill please、 May I speak 空欄で Bill please。 そうすると電話に出た B さんがごめんなさい、彼は今留守です。 Sorry, he's 空欄 right now。 Sorry, he's 空欄 right now、こうなっています。 A が分かりました、後でかけ直します。 OK, I'll call him back later、ね、OK, I'll call him back later。 さあ皆さん、一度ここで動画を止めてこの空欄に何が入るか考えてみましょう。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認してください。正解はこうなります。もしもし Mary です。 Hello, this is Mary。 This が入るんですね。電話では I am Mary ではなくて、自分のことを言うとき This is Mary This を使います。ビルをお願いします。 May I speak to Bill please? May I speak to Bill please? To が入ります。 May I speak to 誰々で、誰々をお願いしますということになります。ごめんなさい、彼は今留守です。 Sorry, he's out right now。 Sorry, he's out right now。 B 動詞 out で外出中、ね、外にいるという意味です。つまり今ここにいない、留守ですという意味なので out が入って Sorry, he's out right now、 こうなるんですね。で、分かりました、後でかけ直します。 OK, I'll call back later。 OK, I'll call back later、ね、コールが入ります。コールというのは電話をするという意味、これがありましたね。ですからコールバックでかけ直すと later、 後でかけ直します。で、 I'll call back later、 コールが入るんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようならー。